こんにちは、ひろっかです。はい、というわけでやってまいりました。ついに CWC 遠征に行ってまいります。というわけでですね、本日12月13日現在の時刻がですね18時半くらいになっているんですけれども、本日の深夜便24時15分くらいの羽田発の便で1回タイに寄ってから、アブダビ経由でリヤドに寄って、でリヤドで一泊して翌日にジッタに行くというような行程になっております。本日なんですけれども、この後ねちょっと先輩が海外に行くということで送別会があるので、それに行ってから行く形になるんですけれども、今回ですねすごく荷物少なくて、あの10日間にしたんですけど、見えますか、もうこのリュックと、2泊3日のキャリーケースと、なんかちょっと荷物多くてすみません、ね、これこの中にね、あのちょっとシャーレ君とディアラちゃんが入ってるんですけど、一番いらんやろって言われるかもしれないんですけど持ってきますと。で、あとパソコン2台ね、これも浦和レッズの仕様になっております。というわけでめっちゃ重い、パソコンが一番重いね。これらを持って、とりあえず出かけようと思います。服装がねちょっと鏡汚くてごめんなさいって感じなんですけど、こんな感じの、あのロングな T シャツと、あともう下はねなんかもうあれですね、運動着のタイツみたいなやつを履いて、少しでもあの荷物が少なくなるように現地であのジムとかに使うように持ってきます。で、もうねこの上に何も着ないでいきます。もうちょっと寒いの我慢して、少しでも本当に軽くしたいので、もう何も持たずにこのまま行くという感じで、足元もねサンダルにこの黒靴下を履いて行きたいと思います。ということで行ってまいります。さあ行くぞ。かなりの薄着で街中を歩いていると相当浮いている状況なんですけれども、このまま一回新橋の方に寄って先輩の送別会に行きます。こんな感じでもう食べかけというか食べ終わりの中華だらけなんですけれども、移して移してとのことだったのでとりあえず移しておりました。たくさん食べました。でそこから JR に乗ってですね、まずは品川に行きまして、電車を乗り換えまして羽田空港第3ターミナルの方に向かってまいります。割と電車内は空いておりました。もう今年何回このターミナルに来たことかという感じでね、ついに2023年ラストフライトとなりますので、ワクワクしながら向かっております。ちなみにこんな感じでザ・浦和みたいな感じでね歩いているんですけれども、なんか川崎とか清水とか、確かねユースの子たちが海外遠征行くとかでちょこちょこユニを着ている方々を発見しました。無事出国できましたので、あと2時間くらいあるので一回ラウンジの方に向かいます。ラウンジはいつも通り楽天プレミアムカードに付帯しているプライオリティパスを利用できるところですね。もう出国ゲート向かってすぐ目の前にあるエスカレーターを登っていくとラウンジに到着することができます。もちろんアルコールもしっかりありまして、ビールなどもありましたし、今回は白ワインいただきました。そしてチーズもですね、あとはアイスクリームとかチョコレートスコーンとかいろいろあります。おにぎりとかもあるんですけどいただいて、もうしっかりね飛行機寝るためにっていう感じです。というわけで時間になりましたので、搭乗口の方に向かっております。初めてこっち側かも、いつも逆側が多いですね。なんか3列空いてるシート取ってたんですけど、やっぱり直前に両脇埋まってしまって、あちゃーという気持ちですが、あれ合ってるかな、あ合ってた合ってた、よし行きます。なぜバンコク経由なのかと言いますと、今年 ANA のステータス修行をしていて、プレミアムポイントというポイントを貯める必要があり、しかも今年12月までポイント2倍キャンペーン実施中っていうことなので、 ANA で行けるところを経由して行ってみようということで、一番安いところをねめちゃくちゃ探したんですよ。もうバンコクかインド経由かってなって、最終的に若干安いバンコク経由ということになりました。そして今回が初めてのバンコクとなりますので、帰りにね観光もちょろっとして帰ろうと思っておりますが、行きに関してはトランジットたったの2時間ほどになりますので、そんなにゆっくりはできないっていうのと、まあね深夜便っていうことで多分飛行機あんまり寝れないだろうなっていう感じなので
ので空港に着いてもそんなにねめちゃくちゃ満喫する余裕はないかなというふうに思っております。両脇に人が来ないことを信じて真ん中の席を取ってもう3列がっつり使ったろうって思っていたんですけれども、まさかのねほぼ満員っていうところで、私結構トイレ近くてねちょっと真ん中の席っていうのマジで辛いんですけど、もうとにかく寝るぞっていう感じで準備万端できました。そしてこちらがですね浦和レッズのパスポートケースになります。最近発売されたばかりのもので、今絶賛セール中で4000円ちょっとのものがね3000円で売られているので、非常にこんな感じでクレジットとか、あと中にはね小銭も入れられたりとか非常に便利なので皆さんおすすめです。ぜひ必要だなという方は買ってみてはいかがでしょうか。ちなみにネイルはですねしっかり親指レディアさんがいますよ。そして朝食のお時間となりました。もうがっつり寝てスキップしようと思ったんですけど、もうね機内がねあまりにもうるさすぎて本当に寝られなくて、もうしゃーなしで食べるかということで日本食いただきました。朝食を食べてから約1時間ほどで無事バンコクに到着しました。初めての土地、足を踏み入れる喜びを感じながら、まずはもろもろ手続きを進めていきたいと思います。空港の中は割と冷房を効いておりまして、この辺りは結構涼しかったですね。タイのスワナムプーム空港に到着しまして、まあ、乗り換えに 3,4 時間ほど時間があるんですけれども、まあ、朝の今ね5時半とかなので別に外に出てもやることないので、もうこのまま再びチェックインして中に入りたいと思います。もう機内全く寝れなくてめちゃくちゃ眠いですね今。もうとにかく次の移動では絶対に寝たいなと思っております。あそこにローソンがありました。こっちにもあるんだローソンって。外の気温が28度くらいなの で、まあ、冷房効いているとはいえ若干ジメッとしているというかちょっと暑いですね。汗がかいてきました。はあ、眠いにしても眠い。ちゃんとカフェもこんな早朝からやっております。まあ、さすがにね5時半とかなのでまだ外は真っ暗ですね。という感じで、4階に到着しましたので、次はエティハド航空に乗っていきます。あ、すごいスタバもありますよ。もうね飲みたくないな別に。スターバックス結構スタバは国によってグッズが違うので、あ、すごい LINE とのコラボがある。かわいい。あ、これとかかわいいね。現地の。あ、これめっちゃかわいい。これとか。すごい、クリスマス仕様。ランチメニューですね。朝からは重いのでスルーして。向かいます。結構早朝なんですけど人は割といて、奥にクリスマスツリーもありますね。なんか飛行機は日本からもう満席で本当にたくさんの方々がタイの方に向かっている。観光とかなんですかね、ビジネスなのか、とにかくこの時期にたくさんいらっしゃいました。なんかタイって感じの置物あります、ね、着物なのか。エティハド航空のチェックインカウンター発見できました。ちょっと奥のクリスマスツリー見ようと思います。すごい大きい。チェックイン終えられました。なんかめっちゃ10分15分くらいかかって、結構ビザをまずリヤド行きのやつを、あ、違うな、サウジアラビアのビザを見せなきゃいけないのと、あと帰りのね航空券持ってるかとかも結構いろいろ聞かれて、なんかちょっと厳しめでしたが、では再び出国審査ですかね、向かいます。うちのフロアのあの奥の出発ゲートは国内線で
間違って行ったらビーってなってしまいまして、正しくは国際線はですね、エスカレーターを上がって上の方が出発ゲートのようなので、ちょっと表示をしっかり確認しなければいけないですね。こんなに国際線国内線の搭乗口がなんか近いのってあまりないですよね。あれ合ってんのかこれはと思ったらなんか違ったからもう一回降りております。でもうちょっと分かんなすぎる、初めての空港だと。確かに全然表示書いてなかったですね。なんか思いっきり間違って違うとこ見てました。さあ向かいます。もうそのエスカレーターの前で搭乗券をピッとやるみたいです。なので結構行列ができております。はい、無事出国審査終えまして中にまた戻ってきました。すごい。とりあえずオーマンエアのラウンジが結構いいとのことで、そのラウンジの方に向かいます。この空港なんですけど、プライオリティパスで入れるラウンジがめちゃくちゃあって、なのでもうちょっと行けるならいろいろ行きたいのですが、結構広そうなのでとりあえずおすすめされたところに参ります。すごい、もう朝からギラギラだからなんか感覚がおかしくなるね。本当にめちゃくちゃお店がある。半くらい真ん中のところから歩いてようやく到着しそうな感じです。もう本当にこんな感じでラウンジがたくさんあるんですけれども、今いるのがちょうどここから歩いてこっち側まで来ました。もう本当にね、真ん中から両端まで同じくらいの距離なの でちょうど私の搭乗ゲートも G の2の方だったので結構近くて安心です。行ってきます。発見しました、オマーンエアラウンジです。めっちゃ高級感があって綺麗なラウンジですね。では入っていきます。ラウンジですがそこまで広いというわけではないんですけれども、こんな感じでね、横になれるソファーベッドあったりですとか、なんか高級感あふれる感じでとても雰囲気が良かったです。そしてフードはこのような感じになっておりまして、おそらく朝食メニューかなと思います。パンなども種類がたくさんありまして、あとはこんな感じでサラダですとか、サンドイッチ、フルーツなども用意されておりました。チーズなども用意されているのでおつまみに最適です。そしてケーキもありましたし、こんな感じで、ドリンクゾーンにはですね、たくさんのお酒が並んでおりますので、自分でカクテルなど作ることができます。氷もしっかりありますね。そしてこちらですよ。もうワインセラー的な感じありましてですね。あ、もちろんソフトドリンクもしっかり用意されておりますので、飲めない方も安心して楽しむことができますね。まあ今ね、朝の5時6時なんですけれども、こんな感じでシャンパンいただいてしまいます。こちらねしっかりシャンパンがありますので、朝からこの高級感あふれるお酒を飲みながら最高の一杯でございます。なんと罪深い朝一シャンパン、朝シャンですかね。最高ですよ。本当に軽くおつまみもいただきまして、存分に楽しむことができました。ちょろっと仕事をしまして、次はまた別のラウンジに行ってみたいと思います。ミラクルラウンジというラウンジで、ここは結構空港内にたくさんあるんですけれども、まあ、ちょっと入ってみようかなということで行きます。ここも高級感が漂っておりますね。こちらもしっかりお酒とソフトドリンクありましたが、先ほどのところよりは種類少なめになっております。まあ一応カクテルなども作ることができるようです。そしてアイスパンですとか、他にもこんな感じでたくさんのフード用意されておりました。ただね、ちょっとこちらのラウンジ思ったよりも中は高級感ない感じでしたね。でミラクルラウンジ本当にたくさんあるんですけれども、場所によってはすごく綺麗で広いところとかあったりするので、
時間がある方はしっかり探して行ってみると良いかと思います。でこんな感じでフルーツトマトとお粥をいただきました。で外に出て移動していきます。すごく大きなマッサージチェアがあってちょっとね体バキバキだったので受けたいなと思いつつ移動します。はい、ではではエティハード航空に乗ってこの後アブダビに向かいます。もう空もね朝が来てようやく明るくなっております。もう本当に結構空港広くて迷いそうになりましたが無事たどり着けました。さすがにここからはもう日本人がいなくなりまして外国の方ばかりになっております。早速もはやサウジアラビアの独特のね香りが漂ってきましていざ飛行機に乗り込みます。窓際の3列シートの通路側の方に今回は撮ったんですけれどもアメニティもね結構綺麗でしっかりしております。これがヘッドホンであとは今回限定なんですかねおそらく20周年ということなのでしょうか。中にはハンドクリームとおしゃれなアイマスクお手拭きそして耳栓が入っておりました。ちなみにエコバッグにもなりますこの周りのものは。でしっかり厚めのブランケットですね。モニターも高級感あふれる映像を流すことができますが映画などはもう当たり前のように日本語のものはないので見るものがほぼないというね状況になりますので私はひたすらテレビ番組の方を見て景色だけ楽しむということをやっておりました。で隣が空席だったのでこれはもしやこのまま空席かと思いきや出発ギリギリにねしっかり乗客の方がやってきまして今回もほぼ満員の飛行機で出発していきます。これがエティハド航空の安全に関するビデオなんですけれどもかなり壮大な感じの内容になっております。でこちらが機内食です。固めのパンにこの赤いのがまあ野菜なんですけど何の野菜なのかがちょっとわからずというのと右側がジャガイモトマトチキンの煮物的なものでしたね。飛行ルートはこのような感じになっておりましてバンコクからも6時間ほどで到着します。アブダビ空港も本当に新しくてすごく綺麗かつめちゃくちゃ大きいんですね。こんな感じでもう高級感あふれるギラギラな内装でたくさんのお店が並んでおりました。乗り換えは約1時間ほどなのでゆっくりすることはできないんですけれどもカフェなどがあれば入りたいなと思いつつ次の搭乗ゲートの方に向かって参ります。このようにギラギラな置物などが売られていたりですとか謎のオブジェがあったりですとかあとはコスタコーヒーですねもありましたしこちらのチョコレート屋さんおしゃれだし買おうかなと思ったんですけれどももうね恐ろしく値段が高かったのでまあ飲まなくてもいいかっていうことで諦めましたね。そうこうしているうちにあっという間に搭乗時間になりましたので再びエティハード航空に乗りまして次の目的地であるリヤドの方に向かってまいります。飛行機の中はね女性が本当に少なくてほぼ男性でしたね。でこんな感じで雑誌があったんですけれどもなぜか大阪そして大阪のディープなところでちょっと笑っちゃいました。で軽食も出たんですけれどもパサパサのサンドイッチとあとはお菓子などでしたね。まさかこんな頻度でねリヤドに行くとは思っていなかったんですけれども懐かしい風景がね眼下に広がっております。でちょっと分かりづらいんですけれども奥の方にですねアルヒラルと戦ったスタジアムも見えております。そして無事に長旅を終えましてリヤドに到着しました。本当にね何時間飛行機に乗ってたんだろうかもう体がめちゃくちゃ痛くて仕方がないです。今回はリヤドで一泊する予定です。 ACL の時にリヤドのホテルにコートを置き忘れたのでそれを回収しようと思ってわざわざねリヤドに一泊することにしました。久しぶりの空港ですね。で出口のところにスタバがあったのでカフェラテを飲もうかなと思いましてラテを頼みました。店員さんも日本人ですかっていう感じで話しかけてくれてとても優しかったです。スタバも若干高くて日本の 1.5 倍くらいの値段かなっていう感じでした。リヤドに到着しました。目覚めの一杯アイスのラテスモールサイズなんだけどこれトールサイズだよね日本でいう。
めっちゃでかいのしかないのか。無事 Uber でタクシーを拾うことができまして、ホテルの方に向かっていきます。空港から Uber に乗るときにちょっと大変なのが、乗車位置がねいまいちわからないっていうところで、だいぶ車止めていただいてるところに暑い中歩いて向かいましたね。でしばらく走っていると、このようにザ・サウジアラビアみたいな感じで目の前に砂漠の光景が広がっております。しかもちょうど夕方でしたので、とても綺麗な雰囲気を楽しむことができました。ウーバーの運転手さんが多分スピード違反で今捕まっておりまして、誰もいなくなっております。そして外でめっちゃ揉めております。西日がめっちゃ強い。そして今の外はこんな感じです。もう砂漠的な砂漠感、こういう街並みがずっと続いています。特に問題なく無事に車が走り続けております。途中にですね、このような遊園地などもありましたね。夕日が相まってめちゃくちゃ綺麗な光景です。そしてリヤドはですね、絶賛メトロを開設中につき、今後はタクシーに乗らなくても市内の方に確か出れるはずなんですよね。ちょっとね、タクシーに乗らないと移動ができないっていうのがめんどくさい、かつ値段もかかってしまうのでマイナスポイントではあるんですけれども、空港から約1時間ほどで本日のホテルですね、ザ・リッツ・カールトン・リヤドに到着いたしました。まさかここに戻ってこれるとはという感じでホテルの方に入っていきます。もうここね、本当に門があって、そこからホテルまでの道が長くてすごくワクワクするんですよね。噴水もあるので、本当に高級ホテルだっていうのを感じることができます。こちらのホテルはもともと宮殿だったところを改装して利用しているっていうところなので、もうね、お姫様気分を味わうことができる素敵なホテルとなっております。で内装はですね、もうこちらも本当に豪華ですね。ピカピカの床と、そして天井、そしてお金持ちそうな方々がたくさんいらっしゃいました。でチェックインの方を済ませまして、お部屋の方に向かっていきます。エレベーターの中もゴールド、超絶ギラギラ、もうこんな格好で行っていいのかっていう感じで、本当はねもっとふさわしい格好をすべきなんですけれども、まあね、移動だったししゃあねえなっていう感じで乗っております。誰とも会いませんようにという気持ちですね。でこちらが宿泊フロアで本日のお部屋となります。というわけで到着しました。ちょっとお部屋一応アップグレードしていただいたみたいなんですけれども、え、すごっ、前回泊まったところよりはちょっと狭めですね。前回はここにもう一部屋奥にあったので、でもね、なんかすごく綺麗な感じです。そしてルームサービスというか、本当にサービスのフルーツと、あと先ほどもありましたが、こちらのお菓子類ですね。え、すごい、なんか前はデーツがめっちゃ大量に来たんですけど、すごい私デーツ苦手で、でもありがたいですね、違うお菓子でよかった食べれそうっていう感じです。で特にそんなにね、なんかすごいいろいろとありますが、よいしょ、特にないですね、あの突起事項はこんないろいろと。おお、今回はもう一泊だけなので、しかも今が18時前とかなので、もうねちょろっと外に出て寝る感じになるかなと思います。はい、バスローブと、あとスリッパもね、結構しっかりしたやつなんですよ。ありがたいですね。ちょっと開けてみる。この布地がねしっかりしたスリッパなのでめっちゃありがたいですね。こんな感じですかね。でこれは朝食のメニュー、ルームサービスで頼めるものとなっております。パンケーキで65リアル、そしてリ
PR がいくらなのか忘れました。この辺は多分中にある、食べ物とかの値段ですね。前ね本当にお腹空きすぎてこいつ食べてしまったんですけど、これ1000円するのでマジで注意ですね。これなんだろう、オリジナルナチュラル、あ、リップクリームとかもある、すごい。でここはおー、なんかすごい、ハサミ、あ、ハサミじゃない、トングでした。氷を入れるやつですね。わー、これめっちゃ美味しいやつ、トリュフのポテチ、絶対手を出したらあかんやつですね。でお水なんですけど瓶に入っていてめちゃくちゃたっぷりなのでありがたいです。ここにはあ、コーヒーセットもねちゃんとあるので明日の朝にいただこうと思います。でここの冷蔵庫の中に、あーもうねこれ手出したらダメなやつですね。もちろんあのサウジアラビアはお酒を飲むことができないので中にはお酒入っておりません、残念っていう感じですかね。はい、では続いてこちらの中を見ていきたいと思います。お、中はね前泊まった時と本当に同じ感じで、お手洗いもすごくね金色がこう使われていて綺麗なのと、ドライヤーね、これはちょっとあんまりいいドライヤーではなかった記憶です。でアメニティ類もしっかりあります。なんかねボディクリームが結構、あ、あっちか、このボディクリームが結構良くて香りも良かったので持って帰った記憶。そして、こちらがシャンプー類ですね、たくさん用意されております。すごいこんなのなかった記憶なんだけど、多分あの体をこう洗うやつですねっていう感じで、あ、ここにもバスローブがあります。はい、では一旦、ちょろっと仕事を片付けてからちょろっと観光に行って、もう今日はね本当に眠すぎるので寝ようと思います。はい、今回の動画は一旦以上とさせていただきまして、次回の動画ではこれ以降のお出かけと、あとはジッタへ向かいますので、その様子をお届けできればと思っております。長い動画でしたが最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の動画もお楽しみにお待ちくださいませ。